くれたので、こっからだ、頑張っていこう、見てもらおう、せんな。いや、本題に入りますでしょう、さん。いや、人に何かをしてあげる、とても素晴らしいことですよね。いや、翔吾も少しはそういう気持ち持った方がいいぞ。ああ、それで言うたら、うん、これ実は近いうちにサプライズで誕生日パーティーを計画してんねんな。めちゃくちゃいいじゃないか、サプライズで誕生日パーティー。いや、そういうの相手は不意打ちで祝われる分、喜びが倍増するものなんだ。めちゃくちゃいいじゃないか。うん、なんだ、地元の友達とかか。いや、君のサプライズ失敗言っちゃダメだろ、サプライズなんだから。いや、でも絶対に思い出に残る会にするから期待しててな。まあ、嬉しいは嬉しいか。まあ、それで一個話があんねんけど。お話がある、どうしたんだ。何やったらいい。聞いちゃダメだなんで私の誕生日を私が企画するんだ。何も協力しないぞ。マジか。ああ、じゃあどうしようかな。なんだ、本当に何も考えてないのか。いや、まあ一応なんとなくこんな感じかなみたいなのはあんねんけど。あるんじゃない。それそのままやってくれたら喜ぶぞ、私は。ああ、じゃあ簡単に内容説明すると。聞きたくないけどな、それ。まず主役の君が部屋入ってくるまで電気を暗くして待っとくんよ。お、めっちゃいい、サプライズっぽい。うん、それ で部屋入ってきた瞬間に電気をパッて一気につけんねん。めちゃくちゃサプライズっぽい。いいじゃないか。うん、次は一体どうなるんだ。ん、終わりだオートでライトがついただけだ。スマート家電だ、ただの。いや、ショーゴ、通常のクラッカーパンとセットでやるもんだろ。なるほどな。ああ、確かにそれありの方が絶対盛り上がるな。ああ、そうなんだ、それは。ちょっとその案もらうわ。なんていうほどのものじゃない、うん、普通のことしか言ってないな。それで一応その次に考えてんのが、ああ、ケーキ出そうかなと。あ、ケーキめちゃくちゃいいじゃないか、大好きだぞ、私は。やっぱ映えを狙って、うん、ろうそくもめちゃくちゃ買ってようと思ってね。めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ、うん、どれだけ刺すつもりだ。いや、まあ、君の学力では漢字書かれへんぐらいの下手数で。どれだけ刺すつもりだ、ちょっと漢字が書けないって、その外とか上とか言い出すんじゃないだろうな。まあ、なめるなまあ、めちゃくちゃ書けるわ。得意だ、まん書くのは。まん書くのは得意だ。違うんだ、まんでも多いんだ。その 4,5 本でいいんだ、ろうそくなんてものは。子供じゃないんだよ、私は。それは、あん、あんじゃない。普通のことしか言ってない。あんじゃない。あ、なるほどな。採用します。あんじゃない話を聞いてくれ、ショーゴ。何も考えてないだろ、本当は。いや、ちゃんと次も考えてん。いや、私に考えさせたいだけだ。何も考えてないんだ。その次考えてんのは。いや、何も考えてないんだ。パーティーゲームとして考えてないんだ。ビンゴゲーム考えてるんだ考えてるんだ、すまない。ビンゴゲームめちゃくちゃいいじゃないか。なんで、その私だけじゃない、参加してる人みんなが盛り上がれる、めちゃくちゃいいじゃないか。うん、ビンゴゲーム、それで行こう。なんか案ある。なんでだ、ショーゴ。もういらないだろ、弁護ゲームで行くんだろ、それでいいじゃん。いや、あの、一応聞くだけ聞かせて。いい、採用するじゃん、絶対。いや、聞くだけ。いや、採用する、言わない。頼むわ。採用する、聞くだけ頼むわ。絶対に採用する、言わない。じゃあ分かった、うん、そのゴミの早食い競争がどうだ、最悪だろ、これは。まあ、それはさすがにひどいな。ああ、さすがに弁護ゲームの方がいいな。メインイベントとします。なんでだろなんでゴミの早食いなの。ちょ私の案が通っちゃってるから、ちょっと一から全部考え直してくれ。もう一切口はしない、もう何も考えない、私は。じゃあ、もう考え直すとして。ああ、考え直そうか。じゃあ、まず主役が部屋入ってきたら、ああ、でっかいたらい頭にドーン。ああ、よくない。で、その次が生クリームのパイを顔にパン。ああ、よくない。で、パーティーゲームが、パーティーゲームここだ。ぬるぬるローション相撲。口出しまーす、勝負口出しまーす、勝負勝負。いや、ちょ、言わもっと受けたいの2回だ、もっと受けたいの2回だ、分かるだろ、それは。いや、違うんだよ、祝う気がないだろ、私の誕生日は。なんでめちゃくちゃにされるんだ。もう、じゃあ私自分で考えた方が安心だ。もう私の、私企画で私の誕生日は全部行うから、ショーゴ、お前、私の言った時間、場所でただ来てくれるだけでいい。分かったな、ショーゴ。行けたら行くわ。どういうつもりなんでどういうつもりどういうつもり無理だ、3回目は。3回目は無理だ。やらん方がよかった、本当に。やらんほうがよかった。いや、お前が言い出したいんだろ、言わきないのか。行くか行かんかもサプライズで。よくないサプライズだ。オールスターでした、ありがとうございました。